南田久野の妄想トレイン。BS 日テレで月曜夜9時から放送中の友近玲児の妄想トレイン。この YouTube ではですね、放送ではお伝えしきれなかった列車の魅力や駅の魅力、それぞれの鉄道の魅力をですね、たっぷりとお伝えしていきたいと思います。はい、さあ今回は琵琶湖一周の旅ということで、まあ琵琶湖をぐるっと環状線楽しみまして、あと京阪の京新線に戻りましたよね、はい、そうでしたね。でもね、これなかなかこの旅番組で取り上げることの少ないそうですね、新快速についてですね。いや結構新快速こだわって乗りましたよね、伊藤さんね。結構いろいろと伊藤さんもお話になられてね、これ関東の方にはもしかしたら馴染みないのかな、あかもしれないですね。久野さんもね、関西人だし、そうですね、僕も大阪の出身ですし、奈良出身の関西人の方には新快速といったらお馴染みなんですけどもね、名古屋地区でも走ってますけど、これがねめちゃめちゃ強いんですよ。強いですね。これがね、なんて言ったって圧倒的なこれ輸送力を誇ってましてですね、やっぱり関西はその私鉄が、私鉄王国って言っても過言ではないぐらい、やっぱり路線網がすごいので、はい、各私鉄もやっぱり特急を走らせたりするわけですよね、そうするとそのお値段で、戦うのか、もしくは、速さで戦うのか、はい、輸送力をそうやって持たなければならないっていう、まあ、切磋琢磨するからこそ生まれてる、これがね、なんだろう、種別になるわけですよね。そうですね、もともとは普通は快速列車なんですけどね、これ117系っていう電車なんですけどね、見たこともないフォルムの、見たことのない電車ができたんですよ、その時は大阪と京都の間、ノンストップだったんですね、新大阪駅も通過するというですね、そこまで気合を入れて走ってた電車だったんですけど、新幹線接続駅である新大阪駅は、止まらずに、これ大阪と京都のシャトル便として、そう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 、ここだけは早くやろうっていうことでこう開発されたわけなんですけどね、なんか東海道線が昔名古屋飛ばしてたみたいなことですよね。東海道新幹線がね、東海道新幹線がね、そうですね、そうそうそう、やっぱ JR っていうか当時の国鉄は恵まれた環境にあってですね、はい、やっぱ複々線を持ってたんですね。なので、前にいる普通列車を気にすることなくスピードを出せたんですよ、これ今でもそうですね。そうそう、だから高速に乗った時の多分追い越し車線みたいなことですよね。それがあるっていう、片っぽが速いやつ、片っぽが各駅ビュンビュン抜かせるっていう、これが非常に速いのよ。速いし、やっぱね、速い、速い、速いのと、あとはね、車両の精度がどんどん良くなってるので、京都と大阪の時間もだいぶ短くなってる。いや、毎回だから帰省するたび短くなってるんだよね。そうなのよ。あと座席もね、オールクロスシートなんで、旅情感が味わえる環境なんですよね、全座席進行方向に向かって、戸袋窓の席は固定ですけども後ろ向いてるとこもあるけどね、ガチャガチャっていう、折りたたみも出てきますからね、そうです、折りたたみもね出てくる、びっくりしますよね、なんかあんまり関東にはない、つまり関西ではそのいわゆる着席に対する、席に座るっていうものに対するプライオリティが非常に高いっていうかですね執念とも言いましょうかね、だからやっぱ座席のこだわりもやっぱものすごく、でその分阪急電車は座席のね素材にこだわったりだとか、いろいろこういろんな鉄道会社でこういろいろ競争して生まれているっていう感じですよ ね、なんかもう新快速だけで一本行けそうだから、そうですね、それぐらいやっぱり関西人ってアイデンティティがあるんですけどね、もう常に混んでるしね、そうですね、それを12両編成したのは、ね、偉いと思う、偉いと思う、だからね、この新快速っていうのはなかなかこう旅番組に登場しないのでですね間違いない、新快速がこういうふうに取り上げられたっていうのは非常にありがたくて、あとね、注目すべきはね、琵琶湖線にあるね、ゼゼ駅ですね、難読駅名の読めない、ゼゼゼゼゼゼ始まりましたね、これ駅員さんがねアナウンスするときに特徴的なアナウンスをするという、そうですね、言いますね、探偵ナイトスクープでも依頼文があったですね、取り上げられた、あそうなんですか、ゼゼ駅は京阪ゼゼ駅っていうのが真横にあって、はい、そこは石山坂本線がこう京阪の来ててですね、そうそう、ね、ここに一回乗り換えに行ったんですけど、ね、そのゼゼっていうのを聞きたくてもうなんか鉄道好きになったのは本当に私は京阪のおかげだと思ってるから、なんかそこのね、なんかチョイスがやっぱり良かったですよね、今回ね、京新線にちゃんと乗って、急カーブ、浜松のところ急カーブ行きました、行きました、行きました、でもう日常なので、やっぱりそう、はい、
省するときにすごいよね、あの急カーブはね、やっぱね、そこをやっぱ4両編成の電車が堂々と行くっていうのはね、あれはなかなかあの魅力ですね、うん、あそこはやっぱり撮り鉄スポットでもあるので、うん、あの撮り鉄さんが沿線にたくさんいらっしゃって、あ、同業者だなって思いながら見るっていう、そうそうそう、昔の車両のカラーリングも私すごい好きだったんですけど、ね、昔の車両ってどんなやつだっけか。基本このブルーなんですよ。今日私鉄道ネイルはあの800の昔の旧塗装のカラーにしてきた、うんうん、ブルーに黄色帯、そしてあの白い部分もちょっと下にあるっていうような。そうですか、はい、三井住友じゃない方ですよ三井住友じゃない方ですよね、はい、そうですそうです、うんうん、僕持ってる写真全部その旧塗装ですね。あ、じゃあイケてないんだ、うん、ミシガンも乗って、あれあのよくあのおじいちゃんおばあちゃんと、うん、あの夜クルーズとかしてて、ああコース料理いただいたりしてたんですよ。俺も子供会で行きましたよ子供会行きがちなんですよねそう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 。お風呂でミシガンの真似したもんな、こうミシガンっつってスクリューがすごいんだよね、あのね、ミシガンのね、バーって、ね、そう、後ろのね、行きたいですね、またね、また行きたいです ね、ミシガンの、うん、これであのヘドロが回らない、回らないような綺麗な琵琶湖に今なってますから。そうですよ、だってブラックバスだって食べれる時代ですからね。あ、ブラックレスだってもともとね食用として持ち込まれたもの。でも全然私食べた記憶ないんだけどな。あれ引きがやっぱ強いんですよね。へー、何でも食べるから。そうそう、釣りもできるからね。何でも強い何でも、はい、よくお父さんと言ったんだって。ワームでよく釣ってた。はい、ということでそろそろね終着とさせていただきましょうか。ドアが閉まります、ご注意ください。あれ片扉じゃん。あ、片扉ね、片扉じゃあこっかあ、そう、本当こんなことするんですよ、本当に本当に。こちら、あ、JTB 時刻表コラボの表紙が出来上がりました。すごい、この時刻表の表紙はそらもほんまビビとかの表紙するより嬉しいわ私友近玲児の妄想トレイン、今回はミステリードラマの聖地福井県へ。駅として鉄道ファンから人気を集めてるんです。実はです、ね、駅舎の中にあの駅ノートって菱間ノートっていうのがあるんですけど、この駅ノート、これに事件が解決できるヒントが隠されている。うわついこの間やりました。そして東尋坊でクライマックスを迎え、やはりここに来ていると思いましたあなたの気持ちはわかります。しかし決して人を殺めてはいけない。いやスタッフのミニコントで入っていこうかなと思ったけど無理やった10月19日月曜夜9時